私が20年前にアメリカに行った頃はお刺身ってあんまり食べなかったんですよ。なんか刺身食べるって言うと、日本人は生の刺身食べると気持ち悪いとか、ヤックとか言われたんだけど、もうここ10年ぐらいからもう刺身とか寿司がすごいもう爆発的に人気になって、アメリカの例えばステーキレストラン、そういうレストランでもアペタイザーにもう生の刺身が出てくる時代だったんですね。で、私もステーキレストラン行った時にツナタルタルって何かなと思って頼んだら、その刺身がみじん切りした刺身っていうか、まあ、あのネギトロみたいのがあのタワーになって、アボカドと一緒にでチップスが添えられてて、それをチップスでこうすくってこうディップするような感じで食べたんですね。私はもう刺身は絶対ご飯と醤油って決まってたから、なんかチップスでと思ったんだけど、すごい絶妙な味で美味しかったから、今後はもう一時間にも捨ててフュージョンで、もうインターナショナル全てがもうどんなものと合わせても美味しいものが美味しい。だから今日はツナタルタルを紹介します。今日はまず、今日はツナタルタルだけどサーモンも好きな人もいるんで、サーモンもこれお刺身用、ちょっとスモークしてあります。お刺身用のお魚とアボカドがメインになりまして、あとは、まあ、あのキューカンバーというかキュウリでもいいし、ちょっとレタスのみじん切りでもいいですけれども、みじん切りと玉ねぎのみじん切り、あとグリーンオニオン、ネギのみじん切り、あとレモンと生姜を少しで、味付けはこのわさびドレッシングとマヨネーズとからしと醤油、あとそうですね、セサミお願いします。でこれがカップなんですけど、これはタルタル作った時にスポンって抜けるように、ここはナーフでスポンと抜けるように、これはのコーヒー、普通のコーヒーの空きカップです、紙コップです。はい、どうぞ。なってきました。明日ぐらい食べれそうかな。あとこれローズマリーとかいちごも、あ、いちごはなってたのになんか食べられちゃったかな。あとバジルもあります。はい、こんな感じで刺身のみじん切りにします。違うからちょっと綺麗になるかなと思って、はい、に入れちゃいます。で、これもここに入れちゃいます。そうすると色がね、綺麗ですね。ちょっと違うから、トロとサーモンとこんな感じで、はい、ちょっと見てください。こんな感じになりますね。で、まあこうやってちょっと水で臭みを取るためにこうやってぎゅーっと絞っちゃいますね。はい、私簡単なんですけど、やり方をはい、こうやってここに入れて、今度はアボカドをつるんと抜いて、これを
おお、美味しそう。ここにこんな感じで作ります。で、これを玉ねぎ、これね、生玉ねぎとレタスのみじん切り、きゅうりのみじん切りでもいいです。これをここに入れます。はい、全部きれいに入れました。そして今ですね、はい、これからがタルタルです。チョーク半カーみたいな感じかなちゃんと落ちてくれたかな。ここちょっと空気穴を入れてあげると綺麗に、おー、綺麗綺麗。これが美味しいんですよ。これがちょっと、そしてネギをのせて、パセリをちょっとのせて、どれだからこんな感じでのせたり、素敵で、ちょっと前もこんな感じで、まあちょっとこれはね、芸術的な才能がいるかも。もうここもちょっと、まあこんな感じで、でパセリをそこら中にちょちょちょっと飾り付けで、はい、こんな感じです。いかがでしょうか。スーパーマーケットで買ったんですけど、